さか。まさかね。はい。いやいや、お綺麗ですよ。とても綺麗な手をしたんです。全然言ってませんけど、はい、そうですね。でも、僕の役はあのセリフが一切なくてですね、はい、その分この役はどういうことを考えて生きているのかっていうのをすごい想像させてもらえたというか、で僕紙飛行機を折って飛ばすシーンがあるんですけど、それをなんで紙飛行機を飛ばすのかなっていろいろ考えて、で考えたものを、まあ、現場で監督に言ったら監督が読み込んでくれてありがとうって、すごい物静かな監督がテンションパーンって上がって、はい、素晴らしいっつってなんかその時叫んでたんですけど、でもなんかやっぱり監督が本読みの時に僕はこの映画役の答えを知らないからみんなで一緒に考えていこうっていう言葉をいただいてて、あでもやっぱり本当に共に作っていく、一緒に作るっていうのは、まあ、こういうことなんだなって改めてちょっと強く感じれた映画でしたね今回、はい、この役をいただいて。そうですか、はい、監督すごくいい話がいっぱい出てきましたね。キャストの方々本当充実されてるなという感じがするんですけども、いかがですか今までのお話伺って。いやまさに素晴らしい出会いでいやもう基本